はい、皆さん Welcome back ということで100円です。パート2やっていきたいと思いますね。この前のね、男がまあ あちら辺にこら辺にいるんですけどまあそれスルーしてですね、なんかね、ロープウェイにどうやら行かなきゃいけないみたいなんです。ここ見ると今やんなきゃいけないこと出てるんですけど、下のここね、ここにね、ヘッドトゥーザケーブルカーステーションって書いてあるんで、まあケーブルカーのとこに行かなきゃいけないんですよね、要はね。ケーブルカーっつったら、おお、はい、どうも、ちっちゃい、お腹すいた、ドントムーブ、え、かわいいわ。何今の、あ、モーションセンサーしてるってことか。なるほど。If you are unsure of what to do next, you can see you. ああ、そういうことね。これ見れば何やればいいか分かるよってことね。R1 を押せば。そこはいいんだよ。ケーブルカーっつったらなんだろうな。モノレールじゃなくてロープウェイだ。ロープウェイを目指していってるみたいです。あ、ちょっと待って。これトーテムポールだよね。これなんだ?インディアン、かっこいい。Indigenous people and butterfly prophecies. Tribes who once lived in these mountains believed that butterflies carry dreams and prophecies of possible futures. The color of the butterfly indicates the nature of the prophecy. Death, black butterflies prophesied the dreamer's death. Danger, red butterflies warn of dangerous events.Loss, brown butterflies foretold of tragedy affecting friends. Guidance, yellow butterflies offered vision to help and guide. Fortune, white butterflies brought dreams of luck and good fortune. なるほど。バタフライの色によって意味が違うと。黒だと誰か死ぬ。赤は危険信号。茶色は友達の誰かが死ぬ。ガイナス、黄色は、なんか、助けていく、サポートみたいな。で、白は、いいことが起きるサインって書いてあるな。覚えとこう。As you explore, you can discover totem artifact. Picking a totem up and turning it will reveal a colored butterfly. And... ああ、なるほど。この色か。これは黄色?これひっくり返したらいいのかな?鳥が飛んで、ガイダンストーテム見せてくれたんだ。未来は決まっていません。その言われた通りのことが起きるかどうかまだ分かんないです。トーテムコレクションですは1個か。ガイダンス、なるほどね。あ、これで分かんのか。もう決まってたってことじゃ、あのですは。めっちゃいっぱいあんじゃん、デス。怖いよ。とりあえず進めていこう。楽しくね。まだ悪いトーテムはない。あ、誰かのカバンがあるな。Chris? You here? 先に来てたのかな。Max here. Where are you? カバンあんのに。カバンの中にはいないわよね。お、なんだろうこれ。出てみよう、出てみよう。あ、これバタフライエフェクトだ。アシュリーだ。うわクリス、ビビった。あ、アシュリーのこと好きなんだ、クリス。お、ビビった。怖がらせないで。あんた、僕の秘書?いや、なってたから。教えてくれてありがとう。俺が電話出るよ。これバタフライエフェクトだったんだ。Oh, so, I found something kinda amazing. なんかすごいの見つけたんだよ。What? 何?言わないけどね。自分で見てほしいんだよ。こっち来て。Right around here. Gonna blow your mind. びっくりするぜ。
ちょっと待って、反対側もチェックしておきたいんだよな。あそこ光ってんだよ。あ、ドアか。入れないだろうな、多分な。ですよね。一応でも隅々までチェックしとこうか。あ、マップがあるな。Oh, the past is beyond our control. 過去はコントロールできないものよって書いてあるな。うわー、しかもなんでこんな気色悪い赤で書いてんだ。とりあえずじゃあクリスのサムはクリスのとこに行くか。てか普通そんな奇妙な事故あったら絶対行きたくないけどな。どう？すごいっしょ。見てよ、この綺麗なの。綺麗じゃなくて、なんでこれがここにあんの？どういうことだよ。なんでスキーロッジで拳銃撃てる場所があんの？ジャーシーのお父さんに会ったことある？あいつ好きなんだよ、撃つの。いや、あんた先やっていいわよ。撃てるのか。あー、 R2 で撃つ、これか。これね。まあ問題ないですよ。うん、いいですね。すごいわね。いいわ。やったぜやったぜ。まあラッキーだったんじゃない。いや違うね。あんなでかいボトルは楽勝よ、撃つの。あ、リスがいた。動いてるやつか。これ絶対エフェクターでしょ。あ、でもやっぱり。うわ、ああ、やったぜ。何やってんだあんた。おかしいわよ、あんなの。生きてたのに10秒前には。レースなんかいいんだよ、信じられないわ。おお、あ、怪我してる。もうこの山やばいわよ。あ、来たぞ。乗ろうぜ。てかリス殺しちゃいけなかったのかな。あ、しかも操作がクリスになったいけない。やべえ、リスやっちゃったよ。まあいっか。あれがどんな影響があるっていうんだよ。フルーファウンド。あ、待って待って、ウォンテッドパスタポスターってこれあれじゃない、手配書じゃない。ミルグラム・ビクター、男性、1.5、高っ、1m88 か。ブラックパインズで見られてんだ。1998年ってことはかなり前だね。まあこのゲームが今年をベースにしてるんだったら。Wanted in connection with a first degree arson offense as well as various death threats. ああ、脅迫したりとか、いろいろ悪いことやってんだね。arson ってなんだろうな。Anyone with information regards to this dangerous criminal should contact. あ、分かったらコンタクトしてくれと。怖っ。ちょっと待って。arson って何？ああ、arson ってなんだろうな。ちょっとググってみよう。いやー、こういうクルーを見つけていかないと。犯人あれかな、最後なんかあれかな、ゲスっていうか推理すんのかな。アーソン、あ、あるある、放火だ、放火魔。さっき火使ってるやつ出てきたから、それ関係あんのかな。まあいや、とりあえずクルー見つけたよ。クルーズ to solve the mysterious of until dawn and increase your chance of。あー、じゃあクルー見つけていかなきゃいけないんだ。まあ、とりあえずあれ乗るか、ロープウェイに。
きなりなんでキャラクター変わったんだろう、操作。おかしいね、ドアがロックされてるわ。そうだな。ジャッシュが閉めろってさ。たまになんかここで人が寝てるらしいから鍵をしてって上司が言ってたんだよね。どうぞ。あ、スノボーがある。いいね。他にクルーないかな。気になる。クルー光んないからな。いろんなとこ探索しないと出てこないんだろうね。もっと近くに来てるっつったのに。あ、待って、ポスターある。ブラックウッドパインズホテル&サンサナトリアム。あ、まあ普通に。What a crazy place to set up house. No matter how rich you are. こんなとこに家建てるなんてな。このなんか、あ、なんかヤバそうなの映ってんじゃね。あ、ホットタブこれ。あれ？これうちらが今いるとこですよね。え、なんで今ハンつったの？なに？なんで今ハンつったの？ちょっと嫌なんだけどな、なんか怖いな。もう一回見るべきかな。まあ、でも何も変わんないだろうな、多分。あの最初のタブは何だったの？ホットタブみたいなの、まあ、いっか。やっと来た。行く？いや、ここで寝ようと思ってた。へへへ。冗談だけどね、みたいな。まるでダンスパーティーに行く気分だよ。さあ、アドベンチャーの始まりだ。1年あの事件からあったのにまた集まるなんて。ジョシュはすごい楽しみにしてるけど、まあ、こんな興奮してるなんてね、彼が。これはいいアイデアだと思うよ。みんなもそう感じてればいいんだけど。まあどうせみんな来てるからさ。もう何が起きたか話すのやめて楽しもうぜ。そうね。ジョシュと俺どうやって会ったか知ってる？3年生の時、ジョシュは後ろに座ってて、俺は前に座っててさ。お互いのことを知らなかったんだけど、ジョシュの隣に座ってるやつがさ、悪いことしててさ、前の席に来たんだよ。で、俺は後ろに行かなきゃいけなかったんだ。ジョシュの隣に移ったのさ。あ、なんかいじめっ子が席変えたのか。それで友達になったんだよ。いじめれっ子じゃないわ、なんか女の子が今日考えてる。まあいいや。バタフライエフェクトだよね。ここまで仲良くなっちゃうなんて、女子と俺がみたいな。あの時にあれが起きてなかったら、あの日あの時じゃないですか。うわ、悪そうな顔してんなこいつ。マイクの新しいガールフレンド、こいつめっちゃなんかキモいな顔が。ジェス、新しい人たち、新しい人たちに会えるわ。あ、去年いなかった子か、マイクの新しい彼女だから。なるほどね。おお、ビビった。Jessica, over here! Are you guys having a really weird stroke? We're stuck in this stupid thing. Can you please let us out? 助けて。
ビビった。分かってたけどビビったよ。まさかね。よかった、助けてくれて。ちょっと。サムがこれをするように言ったんだぜ。あんた、やめてよ、そんなこと言うの。Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. 誰かマイケルのこと好きみたいだね。And what kind of sizzling erotica might our Jessica be capable of imagining? I wonder. あ、私もうマイクと付き合ってんのよっていうか、その手紙返して、言っちゃえ、マイクと付き合ってるって。Mike and M split. We're together. 私たちが付き合ってんの。まあね。Pretty clear cut, actually. M's out, I'm in. エミリーはもう付き合ってなくて私が付き合ってんの。あ、じゃあ去年いたんだこの子。ロッジに行くぜ。もう疲れたよ。先に行きなよ。もうちょっと待つわ。誰が来るかちょっと見たくてさ。マイクじゃなくて？誰でもいいわ。サム、この景色見てよ。すごいじゃない。ロッジをケーブルカーの近くに建てればよかったのに。エミリー、あ、これか。マイクの元カノは性格悪そう。おでこの出来物な。いる？アジア系？マット、あ、エミリーの新しい彼氏か。あー、なるほどね。ベルボーイはどこよ。黒人さんか、まあ、いいけど。一回黒人に行くと戻れないっていうね。ちょこっと下ネタを入れるってね。おぉ！ジーザス！マイクか。エミリーの元彼。こいつ。You guys. Michael. You really, really should have seen your face. 顔やばかった、全部やる。この野郎。Michael, you're a jerk. あんた最悪。Guys, we're all friends here, right? いや、友達じゃん。ちょっと楽しかっただけだから。ちょっと怖いじゃん、森の中。へへへ。ちょっとムードよくしようとしただけじゃん。そんな怒んなよ。マイクに対してキレるか、それとも友達として迎え入れるか。友達として迎え入れようね、ここは。マイク。I'm just gonna lay it out. Otherwise, this whole weekend's gonna suck ass for everyone. 言わしてもらうぜ。This is super awkward, and we all know it. ちょっとおかしいんだけどさ、ここにいるのが。もういいから。I hear you, man. 何もなかったように。I get it. I don't want to make this weird. やろうぜ。そうだな。So we're good. All good. じゃあいいな。友達だな。You guys gonna make out now? あんたたちキスすんの？ So we're gonna make out. キスしようぜ。アホか。ちょっとケーブルカーチェックするから。じゃあな。 See ya. バイバイ。あ、喧嘩しない方がいいよ。あ、oh, crap. What? 何？ Hey, could you take these the rest of the way? 残りのやつ持ってってくれる？ Yeah. カバン？ All the bags. 全部のカバン。Why? なんで？ I need to go find Sam. サムを見つけに行かないと。ごめんなさい、サムを見つけないといけないから、上に行く前にちょっと話さなきゃいけなくて。あ、もうちょっと着くから後で話せば。お願い、ちょっと大事なことなの。いや、どうしようかな。ほっとくか、先に行くか。あー、いや、ほっとけないね。サムなんかいないんだからさ。エミ、一人でいない方がいいと思うよ。マジで？寒いしさ、暗くなってきたから。暗闇から助けてくれんの、私を。
一緒に行くよ、これ荷物置いて。誰も盗まないし。5分間ほっといてくんないの、あんた私のこと。そういう意味じゃないけど。いいから私のやりたいことに質問しないで。いや、助けたいだけだよ。助けたいんだったら、カバンをロッジに持ってって、いい？わかった、持ってけよ。怪しいな。お前、マイクに会いに行きたいんじゃねえのか？怪しすぎるだろう。アシュリー来た。クリスが好きなんだ、アシュリーは。ああ、なるほど。OK。とりあえず今日ここまでにしたいと思います。また次回、パート3やりますんで、見に来ていただければと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。Peace out!